では天気予報をお伝えしますえゴールデンウィーク明けの今日はすっきりしない天気でちょっと気分もなかなか乗りにくかったかもしれませんねお疲れ様でしたさあ明日の天気はどうなるでしょうかお天気ライオンちゃん はい若葉のこの時期の寒さを表現する言葉に若葉,寒若葉寒というものがあるんですね明日は気温がグーンとダウンとなりそうです詳しくお伝えします明日の予想最高気温からです 今日に比べて気温は低くなりまして20度に届かないというところも多くありそうなんですね北部の豊岡や舞鶴は15度くらいまでしか気温が上がらない見込みです風もひんやりと吹きそうですので明日は昼間でも上着がないと肌寒く感じそうですそして日中だけじゃないんですね夜にかけて気温が下がっていくっていうのも明日のポイントです明日の朝は最低気温17度くらいなんですが 午後になりますとガクンガクンと気温下がっていきまして夜遅くにはもう14度くらいまで15度下回ってくる見込みです大阪でも肌寒くなっていきそうです夜は朝より肌寒いと思って帰り道の肌寒さを見越した服装でお出かけになるようにしてくださいでは天気図です今日の朝まで強い雨を降らせた寒冷前線が東に抜けていきまして北風が吹くように明日は変わっていきますその風が 空気をひんやりとさせますし上空に寒気も流れ込んできますので大気の状態も不安定になりそうですでは今夜からの天気の移り変わりです今夜は近畿の北側の地域を中心ににわか雨がまだありそうそして日付が変わって弱い前線が北の方から降りてきそうで北部は明日一日を通して雨が降ったり止んだり近畿の中部、京阪神などでも明日の午前中を中心に雨の降る時がありそうです 明日も変わりやすい天気になるでしょうでは時間ごとの天気です明日は午前を中心に近畿の北部や中部で広い範囲雨が降る見込みですまたこの傘のマークがついていない時間帯や地域でもにわか雨の可能性ありますから明日は折りたたみ傘を持って出かけた方が良さそうですそしてこの先の週間予報です明後日木曜日になりますと天気が回復に向かっていきそうですね 金曜日土曜日にかけて晴れの天気続きそうなんですが木曜日もそして金曜日の朝までは平年よりも気温の低い状態が続く見込みです若葉座無が金曜の朝まで続くと思ってくださいただまた週末は気温高くなってきて土曜は大阪また26度の予想内陸部では30度近くまで上がるようなところもありそうですので気温のアップダウン本当に大きな1週間となりそうです連休の疲れもあると思いますので体調管理 くれぐれもお気をつけください。最後に洗濯情報です。明日も急な雨に備えて、北部や中部は部屋干しが安心です。明後日の方が外干しにはぴったりの天気になりそうです。